皆さん、お分かりいただけただろうか。これは画面上に注目していただきたい。これは試合結果ではなくハーフタイムであり、僕くんゲームは 0-3 で負けているのであった。はい、どうもこんにちは、僕くんゲームでございます。ということでね、今回もイニングレブンマイクラブのね、動画をね上げていきたいと思うんですけど、今回はね、画面のね、動画のね、最初の部分でもあった通り、これハーフタイムなんですよね、今さっきの 0-3 っていうのは。で、まぁ、これ前半のね、試合の動画はないんですけどね、今回はね、なんで前半のあれがないかというと、やっぱりね、今回のテーマがね、スーパーサブということで、今回ね、スーパーサブのね、凄さというか強さをね、ちょっと解説というかね、試合見ながらやっていきたいと思います。この状況ではね、圧倒的にちょっとね、もう、前半ね、正直、主導権完全に握られて、僕何もできなかったんですよね、前半。で、まあ、相手がね、ボールを常に持っている状態で、なかなか攻めれないというか、やっぱ守備硬かったんでね、なかなか崩せなかったんで、押し込まれる展開が結構多くて、パスとかもかなり上手かったんでね、お相手。だからまあ逆転するって、ジェイコスターがね、さっき決めたと思うんですけど、あの点はね、なかなかね、いいと思いますね。崩せたし、ケインとの2人でしっかりで。あれを前半からね、結構出せたらよかったんですけどね。まあ今回ね、後半にね、それが出て。で、まだ1-3なんですよね。この状況ではまだちょっときついと。2点差で、後半、まあ、逆転するには3点入れなきゃいけないと。で、まあ相手はね、結構ボール回せる方で、なかなかね、ボールをこちらが主導権握るっていうのは、なかなか難しい状況ではあるんですけどね。まあ、今回ね、まあ、スーパーサブって皆さん知ってる方、知らない方いると思うんですけど、スーパーサブっていうのが、まあ、後半だったり、後半途中から、そのスーパーサブの能力持ちの選手を出すとね、まあ後で、最後の方にね、まあ、ミュラーとかモラタ、メルテンスおすすめの、まあスーパーサブ紹介していこうと思うんですけど、今回ね、そのスーパーサブという選手は後半にとにかく出すと、動きが良くなる、まあ、調子がなんかね、そういうの正確なね、データはちょっと分かんないんですが、使った感覚で言うとめっちゃ動きいいですね。メルテンスもらったから、やっぱ動きめちゃくちゃいいですからね、スーパーサブ。なんで今回ね、ちょっとそのスーパーサブの凄さ。てか、スーパーサブは結構自分の場合65分ぐらいかな、後半の65分ぐらいから出しますね、大体。なんか昔からね、65分とかそんくらいから出したら一番効果発揮されるみたいなのは聞くんですけどね。まあそれがね、本当なのかどうかはちょっとわかんないんですけど、まあ感覚的に、体感的にはやっぱ65ぐらいかな、やっぱ一番いいのは。で、後半から出しても全然ね、動きはめちゃくちゃいいですね。そうで、もともとまあ、モラタとかメルテンス早いっていうのはあるけど、まあスーパーサーブがそれに加えてもっと速くなる。その補正がかかってね。いやー、でもね、この試合はね、本当にね、白熱というかね、自分の中ではめちゃくちゃ集中しましたね。で、ここですね、65分付近になって、まあ、ボールを出して、メルテンス、ミュラー、そしてモラタを入れていったんですよね。ただみんなね、調子が絶好調とかでいうわけじゃないですけどね。それでもね、スピード感はマジで絶好調ばりの動きするんで、本当に。ここからぜひね、注目していただきたいんですけど、特にね、今回マンオブザマッチというか、一番ね、動きが良かったのはやっぱモラタかな。モラタはね、ほんと金なんですけど、今回ね、黒玉じゃなくて金なんですけど、モラタはもう黒張りの活躍というかね、そんくらいの力を持ってますね、今作。だから来作もっと強くなるんじゃないかなって思ってるんですけどね。で、まあ、ミュラーとモラタのね、動き。やっぱ、モラタのね、ほら、こういう抜け出し、やっぱ前の推進力というか。で、まあ、ここでミュラーが、まあ、ヘッドに、普通にボアティングに、の前を取って競り勝って、コーナーキックを取ると。で、コーナーキックもね、一つの得点源になるんでね、ぜひね、やっぱシュート打ってコーナーキック取るっていうのも一つの手だと思います。で、まあ、ここでミュラーがね、超人並みの決定力を見せていくんですけどね。試合入って早速すぐ。
で、まあ、69分、5分以内に選手出して点を決めれたと。これはまだあるなって思いましたね、この時点で。そう、2点差、3点差あった時はちょっとまだきついかなって思ったんですけど、スーパーサブ出して、その時点でもう2点差ぐらいにほぼ追いつけてるんで、あ、1点差か、1点差になってるんで、ここからはもうあとは、モラタ、ミュラー、メルテンスを信じて、まあ結構中盤のマチュエディ、カンテもね、結構頑張ってたんですけど、やっぱなかなか相手うまくて、前半は本当守備がね、ちょっと後手後手になってたんですけどね、まあ、後半、まあ、しっかり前から行けたっていうのはでかかったですね。で、まだね、本当にこの、なんだろう、正直0-3から逆転するって、もうだいぶね、気が遠くなるではないですけど、結構なんかこう、確率的にはだいぶ低いんじゃないかなって思っちゃいますよね、どうしても。ただね、やっぱスーパーサブはね、そんくらいひっくり返せるっていうところを今回ご紹介したいんで、ぜひ皆さんもね、スーパーサブをね、入れてほしいっていう願い、願いというか、まあ、かなり頑張るんでね、スーパーサブは、本当に。だからスーパーサブ持ちの選手で、本当に、だけでも逆転することは絶対可能ですし、だから、まあ、売り始めたばっかりの人、今やってる人もね、昔から、やっぱスーパーサブの力知ってる人も知らない人もたくさんいると思うんで、今回ね、改めてスーパーサブの凄さを、まあ、試合1試合通してね、こうやって、そう、ここもね、もうモラタとミラーだけですから、これ今の2枚の関係で。で、ミラーがしっかり決めていくと。あれもね、相手が前がかりにやっぱなってるとこう、カウンターでしっかりね、決めれたっていうのはでかいですね。やっぱ前に速いね、スーパーサブの選手。特にね、ミラタじゃねえや。ミラーとモラタ混じってミラタ行っちゃった。ラピュタみたいになっちゃったよ。ミラタとモラーは、モラーじゃねえ。ミラタとモラーじゃねえ。モラーとミラタは、前への推進力半端ないんで、とにかく、よくね、スピード感で言ったらなんかメッシが速いじゃないですか。縦へのスピード。結構ね、メッシ張りのね、推進力、縦への。モラタとミラーは見せるんでね、ほんと。だから相手ディフェンダーも一回裏取られたらちょっと追いつけないですよね。追いつけないんで、そこをうまく利用してね、今回。でも、もう87分なんですよね、これ。そこからやっぱでもまだ時間ね、あるんでね、ロスタイムもあるんで、そこまでしっかり諦めずにやっぱやると。でね、前半ね、やっぱね、0-3ぐらいでギブしちゃうこともあるかもしれないですけどね、やっぱスーパーサブはね、本当にそれからひっくり返せるんで、マジで。マジでひっくり返せるんでね。正直、後半もう一回集中し直して試合すれば、前半はね、やられてたけど、後半はもう一回集中し直して試合すれば逆転することは絶対可能なんで、ぜひね、スーパーサブをね、うまく使いこなすというか、逆に自分が勝ってる時もスーパーサブでね、突き放すぐらいの気持ちでね、スーパーサブは、本当に大事なんだというのが、今回の試合はね、分からされましたね。なんだかんだね、同点にも追いついて、ここのミラーの動き、モラタの動きですね。ここでヒールでワンツーしてからの、ここでもう一回守備すると。で、メッシからボールを取って、この後の推進力ね、そう、この縦への力がね、やっぱ強いね。で、まあ、これは通らなかったんですけど、ここまでボールをね、押し上げる、ラインをね、押し上げていくっていう、その行為自体がね、かなり良かったですね。で、ここまあ守備うまくいって、メルテンスから、まあ、モラタ。で、ここモラタすぐ反応するこぼれ球に、そして最後、ルーカス・モラタ。最後ね、フリーの。あそこも見れてるのがね、かなり今回でかかったんじゃないかな。だからもうこれで今回ね、勝てたんですけどね。じゃあね、次ね、ちょっとスーパーサーブ少し紹介して動画終わろうと思います。では、次の場面へ。ドーン！ということで、スーパーサブのね、最後ね、動画の最後の分で説明簡単にまとめてね、やっていけたらと思います。で、今回ね、スーパーサブ自分がね、3枚入れてますね、ベンチには。このフォワードですね。で、基本的にやっぱフォワードの選手のスーパーサブ入れて、もう3枚、交代できる選手の枠が3枚なんでね、もうできる限りスーパーサブ3枚入れたいと。で、できるだけ強い選手。でね、おすすめなのは本当この3選手ですね。あと EC にいるけどね。自分的にはもうメルテンス、モラタ、ミラーかな。この3人はマジでやばいんでね。まあ、能力ちょっと見ていこうか。で、こう、スーパーサブ2人ともついてて、まあ3人ともついてるんですけど、モラタもね。本当に強いっす。マジで。マジで強いっす。これ、この3人は。なんかね、能力どうこうというよりかは、もう、
使ったね、体感的にもうかなり強いんで、本当に全身、なんだろうな、こう全身推進力、前のとスピード決定力だったり、なんかね、いろんな部分でなんか能力めっちゃ上がってるんじゃないかって思うぐらいあれなんでね、スーパーサブのね、最後ね、まとめ利点としては、なんだろう、ゲームスピードを変えれる、今までの異常なまでに、今までねゆっくりだったゲームスピードを一気に変えることによ変えることができるんで、相手もね結構反応に戸惑うんですよね、そのスピード感に。今までなんかあれこんな速くなかったよねみたいな。なんで後半まあ65分付近60分なり、ミュラタ、モラ、メルテンスなどね、そういうスーパーサブの選手をね、ぜひぜひどんどんね、使っていってほしいなと思います。ということで今回はね、スーパーサブについて説明でした。ご視聴いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録、コメントの方よろしくお願いします。ではまた会いましょう。バイバイ、さよなら。